皆さん、お元気ですか？私、ドローン界の稲葉陽水こと、日本ドローンファイト協会広報にして4校の橋本ピットと申します。さて、今回は来たる8月12日ドローンファイト夏選手権2023について最新情報並びにルール変更等々をお伝えしていこうと思います。ルールが変更になります。今まで1個割りだったルールが、決勝トーナメントの2回戦から2個早割りのルールに変わります。はい。ただしこの決勝2回戦トーナメント2回戦からということなので、決勝トーナメント1回戦並びに敗者復活戦は、今まで通り1個早割り、1回戦と、敗者復活戦は1個早割り、こちらの方を競うようになります。で、今この2個割りをなぜやっているかというと、個人戦、月1の個人戦、オンライン大会で、この2個割りルールを採用した、もうめちゃくちゃエキサイティングなゲーム性だったので、ぜひこの熱狂を、本大会の2回戦から採用して、もう最強の決勝戦、もう手に汗握る決勝戦というのを我々演出したいなと思って、このルールを採用いたしました。各会場の写真フォトコンテスト今回用意いたしました。いつもね、その予選会場とかで熱い対戦を繰り広げけれども、その決勝に残らないがためにいまいちその熱さを伝えきれない、あるいはフォーカス当てたいのに当たらない人っていうのが何人かいるしゃるっていうのは、もうこちらとしても周知しておりますので、ぜひそういう人たちをね、こう会場の主催者並びにスタッフの方がこう写真で動画を収めて、動画なり写真を収めて、でそれを、後に本部で集計し、でもそれの、ある種 の, その動画アルバムみたいなものを作り、それを、上野のアメ横にある街頭モニターのところで、一定期間、なんか放映させていただくという、新しい試みをやろうと思いますので、ぜひこちらの方もご協力よろしくお願いします。イエスイエス。はい。そして最後にご紹介したいのが、入賞商品が熱い。はい。まず、1位の副賞ですね。優勝者の副賞は、なんと、肉賞親方様よりご提供いただきました、3種のローストビーフセットですね。1万円相当の、超美味しいやつですね。私ちょっと軽く試食したんですけれども、いや、もう本当にこれローストビーフ燻製のはずなのになんでこんな溶けるんだっていうぐらい、ちょっと未知の、ドローンファイ、あ、ドローンファイトで、ローストビーフの、味の境地に行けると思うので、ぜひこちらの方皆さんに味わっていただきたく、いい優勝を狙ってください。そして2位の副賞が、クラスク。はい、こちら、ある種のマイナー競技、ボードゲーム、あ、して、テーブルゲ、ゲームの中でも、新進気鋭の新しいスポーツですね。でこちら、6月にも、私と、鹿沼代表で、ドローンファイトとコラボしてクラスク、渋谷、ハイファブで、やったんですけれども、まあ、それ好評だったので、そのクラスクのボードセットですね、こちらの方をちょっとご提供いただくという形になりました。こちら2位ですね。はい、続きまして3位、株式会社海光様より、かっこ私のおじ様より、海産物詰め合わせセット。はい。だ多分、その主力商品でいうとサーモンとか鮭とか、なんか、あ、サーモン鮭一緒だよサーモン鮭一緒だよとか、魚介系のやつを何かこう詰め合わせしたの数千円相当のやつを、3位の方に入賞商品として差し上げようかなと思います。はい、以上、こう1、2、3位が豪華な景品つきますので、ぜひ皆様、頂点目指してドローンファイト頑張っていただけたらなと思います。イエスイエスイエス。皆様いかがでしたでしょうか。以上がドローンファイト夏選手権2023、いえいえ、さまざまな変更点でございました。どうぞ皆様、この酷暑の中、お体に気をつけて、8月12日、各全国の会場でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。バイバイ。